Hi, I am Kazuto. This video is special for Latin American people. I know someone already watched this in other YouTube videos, but if you don't, follow the channel and subscribe it. Thanks for watching and enjoy it. Y para los latinos, hey, aquí Kazuto, para decirles muchas gracias por seguirme en YouTube y plataformas como Facebook desde hace mucho tiempo. Acerca de este proyecto, pues este video constará de tres partes, cada una de 15 minutos de duración. Espero que les agrade como siempre, pues este proyecto lo tengo en mente desde hace mes y medio. Y no se olviden de darle like al video y suscribirse, pues se vienen nuevos proyectos como el Purple Rock, entre otros. Muchas gracias.今ね、トムヤと亮太に繋いでるんで。はい、こんにちは。いいですか、ちょっと待ってね。どうかな、大丈夫ですかね。いや、あ、繋がった。 繋がってんの？繋がってるよ。もう映してるよ。超アナログ、LINEで繋いでるっていう、まさか。はい。そうなんです。今はあれでしょ、Zoomとかあるんでしょ、いろいろ。アプリやね。ね。めっちゃアナログやん。LINEのグループ通話で。みんなちょっと、 元気そうです。よかった、とりあえず。初めてだな、これ。ちょっと、わけわからんわ。ちょっと、だいぶ新鮮やな、この感じ。新鮮やな。昔のラジオを思い出すけどさ。ああ、ちょっとラジオに近いか、感覚は。うん。てか、音声大丈夫かな？皆さん大丈夫ですかね？ちゃんと聞こえてるかな？聞こえてる？ あ、なるほどね。どんな感じ？あ、大丈夫ですって。お、よかったよかった。いや、まあ今日何で繋いだかっていうとですね。はい、そうやね。それをちょっと説明しよう。いや、うちのね、ボーカルがですね。うん。はい。高井森内さんが。はい、誕生日ですよ、32歳の。 おめでとう。おめでとう。てか、おめでとう。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 32歳か。だから、まあ、会われへんやんか。まあ、いつもやったらこう、ツアー中とか、まあ、飯行ったりとか、みんなで。そうね。するけど。うん。まあ、こういう状況なんで、 LINE で繋いで、まあ、何も言わずに突撃しようじゃないかということで。だから逆にこれがめっちゃ思い出になるよね。うん。ね。いいよね。うん。まあ、こっからかけようと思うねんけど、この LINE グループに参加してもらおうと思うねんけど。出るって言ってないから、このインスタをやってるっていうこと。で、俺インスタライブやるの初めてやし。 まあそういうところでちょっとサプライズになるかなと思って。でも出るかわからへんねん。そうやね。そう。そうやな。うん。まあ、出んかったら出るまで、3人で喋っとこうか。<笑>そうやね。っていうところで。いや、これ新しいわ。すごいわ。最近どうなんすか？ちょっとかける前に。りょうためっちゃ髪伸びてるし。伸びたな、りょうた。伸びすぎやろ。 俺も今画面見て、俺、髪伸びてんなと思った。いや、もう外出られへんから。うん。そうやな。髪伸びられへんし。うん。そう。え、トール何してんの？いや、俺も、いますよ、このスタジオに。なんか俺、トモ君はなんとなく想像できんの。やっぱ、音と一緒やから。あと、あ、なるほどね。あ、まあ、環境は似てるよな。そう、
境に行ってるから、そうね、更新やろうな、通ると全く想像つかへんの、森ちゃんは。そうやな。でもまあ見れてなかったこう映画とかさ、まあそんな家でやる趣味はあんまないから。映画見てますよ。ネットフリックスやらなんやらかんやら。あと海外ドラマとか見てますね。ああ、そうやね。どんどん新しいの出てくるから止まれへんな、あれ。まあそうやね、結局寝不足になるっていう。ちょっとさ、りょうた、やっぱりさ、こうやって話してて思うのが、子供組はやっぱちょっと違うよな。全然違うね。な。うん。こうやって今見てもらってる人の中にもさ、うん、まあ若い子もいっぱいおると思うんだけど、やっぱりその、ね、家族持って子供いてっていう人、うん、まあおると思うねんけど、まあね、やっぱ子供ってパワフルやから、うん、で、今学校もなくなってさ、なかなかちょっと、お父さんお母さん、ちょっと踏ん張りどころやと思うから、一緒に頑張りましょうね、本当に。僕も、りょうたも頑張ってます。そうやな。そういう意味ではこうちょっと違う生活のスタイルやけども、うんうん、もちろんずっとね一緒におれるのはすごい楽しい幸せなことなんやけど、うん、やっぱね体力的にやっぱしんどい部分もねあると思うから、なかなか外も出れへんし。いや、もうこの機会にもっとパパ大好きなと思って、うん、ね、トモヤどうなのよ、なんか何ずっとコーヒー作ってるらしいやん。いや、もうコーヒー、ほんまにコーヒー初めてよかったなと思った、このタイミングで。めっちゃ楽しい、コーヒー。もう早く飲みたいもん、ともくんの。それ何、一から買ったの？全部。機材揃えて。そうやな。そう、もう、その、何、グラインダーっていうんだけど、その豆引くやつとかから始まって、はいはい、そのね、やっぱ、なんかね、男心をくすぐるのよ。その、いちいち、その、全部。男のロマンなの？やっぱり。そうそう、もう機材がもう、豆から、その機材から、うん、もう入れ方から、もうポットもそうやし、うん、もう、今もこれ、なんかもうお気に入りのなんかこうグラスとか、なんかもうそういうさ、全部、あっ、冷たくなって。ともやっぽいわ。それね、家でやっぱり限られたこの時間の中でこう、一息こうつきたいときに、うん、やっぱコーヒー入れるっていうのはね、楽しみになっとる、俺は。これあれやな、ツアー、なんか、海外ツアーとか始まったら、また持ち込んで、バスの中で作りそうやん。そうね。ちょっとうまいコーヒー。そういう手番始め作ってたやん。そうそう、あれはなんか、ちょっと簡易的なさ、ね、なんかこう、ツアーでこう、ね、もちろんそんな、全部機材持ち込んで本格的には無理やけど、やっぱコーヒー入れるとちょっと楽しいから。まあ、そうやね。うん。そんな生活をしてるわけね。うん。今日も、その、うちさ、ワンちゃんが2匹おってさ、うん、で、4月、2匹とも4月が誕生日やから、うん、で、今日、まさに今日、お昼に誕生日ケーキが届いて、うん、で、それみんなでなんか撮影会して、で、ブランドで遊ぶ、ブランドで遊ぶっていう。いいね。まあ、その写真は後日、インスタにアップします。なるほど。そう、森ちゃん来へんくない？まあ一応4時にメンバーでまあ会ってないし LINE でこうミーティングしようっていう話はちょっと昨日入れたんよ。うん、じゃあ一言はーいって来たのね。うん、テンション高めのはーいやったから今待ってんちゃうかなと思う。まあ、ちょっと、でもさ、ちょっとさすがに誕生日。いや、わかるよね。それはな。ちょっとなんかこう、メンバーで、うん。みたいな思ってるよね、絶対。そうね。てか、見てんじゃないの、マジで、これ。そうね。で、ワンちゃん今、メッセージもあったけど、お風呂入ってるとかあるからな、よく。あー、そのパターンね。ね、4時12分です、今。彼の報道読みにくいからな。うん、でももう4時13分やん。そうやろ？うん。かけてみる？そうやね。そうそう、ちょっと突撃しますか。突撃する？うん。突撃しよう、突撃しよう。おめでとう言いに行きますか？おめでとう言いに行こうか。ね。じゃあ、一回、切って、ともやがさ、かけてもらっていい？4人のやつにグループ通話すればいいんでしょ？そう。ちょっと待って、俺が。今切り替えるね。OK。一回これ切っていいってこと？うん、切っていいよ。一回切っていいの？じゃあ。うん、切るよ。はい。切って4人のとこにかければいいのね。そう。はーい。
へいへいへい、どうなるでしょうか。やつは出ますかね、電話に。なんかメッセージ、お風呂らしい、そんな情報を言ってたの、さっき。一人ぼっちになったけども、初インスタライブですよ。メンバーが一気に消えるとこれ寂しいな。はよかけてこうへんかな。あ、見切れてるね俺。確かに前のインスタのライブの時も気づかんかってんけど、ずっと見切れてるっていうのは友達からも連絡来てて、ちょっと今日はちゃんと映りますわ。だこのぐらいの距離やったら大丈夫かね。けどメッセージが見られへんねんな。ちょっと友也と亮太から連絡くんの待ってるね。ああ、携帯縦にしてくださいと。これね、縦にするとね、あれなんですよ、 LINE画面がちっちゃくなっちゃうから、だから横にしてるんですよ。すいませんね、見づらくて。横にしてみてください皆さん。髪の毛切らないんですか。切りたいですね、そろそろね。美容院行けないですから今。どういうこと？あ、そういうことか。俺が切らなあかんからか。ごめんごめん、ともや。いけるよ。LINE の通話をずっとオンにしてたね。すいません。いいよ、ともや、かけてきて。お前かけてこい、早く。ちょっと待ってよ。あ、これで。あ、なるほどね。ちょっと待って、待って待って。ああ、来た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 。すいませんね、なんかね。遅いわ。すいませんね。いや、全然かけてこうへんやん、思ったから。あ、ちょっと待って。ずっとかけてみんなに待ってたから。あ、すいませんね。何がすいませんね。ちょっと待って。これ何？インスタライブ繋がってる？今繋げてる。おい、お前先言えよ。いやいや、もう、これはサプライズですよ。サプライズじゃん。とりあえず、高いの誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。そういうあれですよ。知ってる？さっきインスタライブやったの、通る俺。いや、知らんかって。で、ともやから聞いて、そう、やってるって思って。で、まさかこの時間に被ってたらやばいなって言ってて。本当やな、よかったな。いやいや、32歳ですよ。ありがとうございます。え、これ、見れてんの？みんな見れてんの？みんな見れてる。見れてると思うよ。見れてるね。いや、なんかさ、うん、まさかさ、うん。うん、4時にかかってくるって言うから、うん、すごいちょっと何、普通に、まあ俺待ってんじゃん、普通にさ。はいはいはい。したらさ、なんか知んないけど、うん、ほら、まずばあち
ゃんのこととかいろいろやってくれてるからさ、うん、荷物届けに来たりしてくれるんだけど、うん、なんか4時30分前にぴったりなんか来たわけ、うん、で、なんでいきなりそんななんか変な時間に来るんだろうと思って、うん、そしたらずっとなんか何も言わないで俺の机に座ってさ、そわ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 してんのよずっと。で俺は言ってたから昨日ね、で4時にメンバーでさ、ちょっとまあ久しく会ってないから、うん、顔も見てないでしょ。これが俺らに今できる最高の祝い方やなと思って。一番嬉しいよ。そうよね、ありがとう。そうなんですよ。普通だったら今頃アジアツアー中だからね。そうやね。だからまあツアー中やったらさっきも言ってたけど、まあ飯行ったりさするね、まあいつもしてるけど、うん、今回まあ出れないですから。Muchas gracias por ver el video. Y recuerden, suscríbanse y manito arriba. Y además, ya nos acercamos a los 200 suscriptores. Y vamos por más. Apóyenme con una suscribida. Muchas gracias.